S21、S21 は、クメールルージュ、カンボジア共産党支配下のカンボジア、民主、カンボジアにおいて設けられていた、政治犯収容所の暗号名である。稼働中は存在そのものが秘密であったため、公式名称はない。現在は地名を取って、トゥールスレンと呼ばれており、国立のトゥールスレン虐殺犯罪博物館となっている。 二年九ヶ月の間に一万四千から二万人が収容されたと言われ、そのうち生還できたのは八人。現在身元が分かっているのは七人のみであった。これまでは七人とされていたが、2007年、別の刑務所に移送されたため生き残った女性一人が名乗り出た。プノンペンの中心から、やや南方に位置するには、トゥールスバイプレイという理性があった。革命に学問は、 不要という方針を打ち出した、クメールルージュは、1976年4月頃、無人になった、プノンペンの中心に位置する、この学校を、反革命分子を尋問し、その経類を暴くための、施設に転用した。それ以前にもプノンペン市内には、いくつかの政治犯、収容所があった模様で、そこでは、厳しい尋問が行われていたようだが、生きては出得られぬ、収容所ではなかったという。 収容所が S21 に集約されるとともに、一度収容された者は生きて出ることはない場合と変貌したが、そのどちらが原因で、どちらが結果かは今となっては不明である。また、1976年の毛沢東の死によって、クメールルージュ島中央は中国からの援助が止まるのではないかと危機感を募らせ、それと共に、反革命分子の詮索も、過熱の度を増していった。 1975年5月のマヤグエーズ、工事研究室作戦で捕らえられた。アメリカ海兵隊員3名もここに送られ、尋問を受けた記録が残されている。その後彼らは処刑されたと思われる。革命が成功したのに飢餓が進むのは誰か、反革命分子がいるからに違いないという、ポルポトをはじめとする、東中央の被害妄想に、現場の監視は残虐行為で答えた。 囚人たちは、いわゆる抗菌反応によって、監視たちが欲している答え、私は、アメリカ帝国主義の手先でした。私は、ベトナムのスパイでした。おい,い、その対価として、拷問の攻めくからの解放、イコール処刑を得た。彼らの遺体は、裏手のトゥールスレン小学校跡に埋められたが、時期にそこも満杯になったのと、処刑時の叫び声が響くことから、1977年には、処刑、 埋葬場がプノンペンの南西1 5トルのチュン中ク村に移された、後にそこはキリングフィールドと呼ばれることになる。同じ理由からか尋問の場所もリセの正門前の民家に広げられた。あるいは手狭になったためかもしれない。S21 の指揮官であったどっちは、自分は命令に従っただけだと述べた。彼はかつて高校の数学教師で、しかも、 中国系であることから粛清の標的になりやすい立場にいた。そのため、党中央の意向に縮み上がり、なおかつ計算高くその意向、反革命分子を炙り出すために、あらゆる手段を使うことに従おうとしたことは、想像に難くない。所長でさえこうした姿勢であったため、天さえ監修は忠誠を示すために残虐行為を、当然のごとくに言った。 監修には十代の少年少女がなることが多かったが、S21 の秘密を守るための粛清の危険に常に、さらされていた。実際、多くの監修が後に収容され処刑されている。拷問が激化するのと、S21 が生きては出られぬ、収容所となったのは気を一にしているが、一度、収容された囚人は、有罪と決まっている拷問し処刑する S21 の拷問と虐殺の実態が、 外部に漏れぬようにするため、ますます囚人を何が何でも有罪にして、処刑しなければならないさらに拷問が激化するという、悪循環に陥っていた点では、ナチスドイツの強制収容所などと通定するものがある。一方、ポルポと、イエンサリ、タモク、旧サムファンラ等中央は後年、拷問しろなどと命令した覚えはない、トゥールスレンなど私は知らない、S21 と呼んでいたからなどと、 S21 では、囚人の写真と処刑後の写真、囚人や看守が書かされる、自分史、自己批判文、詳細な自白調書など膨大な記録が作られたが、クメールルージュ自身がそれを使って本当に、反革命史を捕まえているのかを検証した形跡は、ない。むしろ、これらは、これだけの、反革命分子を捕まえ、そしてハンクメールルージュ的組織の情報をこれだけ、 引き出したという実績づくりのためだけに作られたようである。しかし1978年の終わりには、拷問によって得られた自白の信憑性を疑う空気が、ようやく収容所幹部にも漂ってきたのか、拷問を差し控えるようになる。だが、S21 の恐ろしさは、十二分にカンボジア国民に植え付けられており、収容者は次から次へとベトナムとの関係。 CIA との関係を自白、創作し、処刑されていった。囚人は処刑される前に、反革命分子の仲間をできるだけ多く列挙するよう、強要されたが、こうすることで S21 は処刑すべき、反革命分子にこと書くことがなく、むしろその数は、指数関数的に増えていった。ベトナムのスパイを疑われた、クメールルージ幹部の多数が、 内部告発により処刑されている。孫ン,ンのように、党中央のメンバーでさえ、逮捕には至らないが疑惑を向けられることはあったという。中央政府から、地方組織や、各事業所に至るまで、幹部の多くが粛清されたことによって、クメールルージュは弱体化していく。その後まもなく、ベトナム軍によって、S21 の存在は、白日のもとにさらされることになる。 1979年1月7日に、ベトナム軍は、プノンペンを制圧したが、クメールルージュは全員撤退、逃亡した後だった。翌日、ベトナム人の従軍記者が、異臭に気づき、この施設を発見した。エームに1階の尋問室で、クメールルージュが撤退間際に殺害した14人の遺体があり、収容所全体では50人程度の遺体があった。また膨大な収容。 処刑記録の文書があった。クメールルージュは中国以外の国に対しては一切秘密主義を貫いていたため、そうした政治犯収容所の存在は国外には知られていなかった。ベトナムがカンボジアにヘンサムリン政権を擁立するにあたり、この収容所後はベトナム側の政治宣伝、ポルポトからカンボジアを救ったのはベトナムであるとして利用されることにな。 わずか数日で外国のプレスに公開された。その年のうちには、クメールルージュの残虐行為を展示する博物館が急遽設置された。発見時のままに保存されている拷問室、1000人ほどの収容者、一部は少年、少女監修の写真、生還した画家が描いた拷問の様子など、現在のトゥールスレン博物館の展示内容は、開館時とあまり割っていない。 これらの展示物が2003年にユネスコの記憶遺産に登録された。ただし、悪評を招いた骸骨で作ったカンボジア地図は2004年に撤去された。クメールルージュが残した膨大な文章をイエール大学やコーネル大学が分析しているにもかかわらず、その結果は展示内容に反映されないままである。2009年2月、カンボジア特別法廷で S21 での残虐行為に対する審判が開始され、どっちが被告として出廷した。2010年8月、どっちに金庫35年の刑が言い渡された。2012年2月3日、上訴審で一審の金庫35年の判決が破棄され、最高刑の終身刑判決を受けた。2018年現在、入場料は5米ドル。 各国オーディオガイドは3米ドルの追加で利用できる。日本語のオーディオガイドもある。映画は10時と15時の1日2回上映される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。